サドル。まさか本当にサドルだとは思わなかった。サドルという何かの、俺の知らない固有名詞かと思ったら、本物のサドルだった。はぁ、あ。サオポンさん。どうするつもりや。あ、また洗脳が。若干まだ洗脳されてるんかもしれない。助けてしまうのか。ほっとこう。こいつもこれで懲りただろう。それに僕はもう他人を恨む生き方をやめたんだ。サオポン。そう思えばなぜヒポポタムスは神に力を授かってしまったんだ。あのサドルを拾ったことでそうなったのか。ヒポポタムスがあのサドルを拾う運命にあったのか。まあいいや。さあ、コニテイ君、抗体薬を持って早くここから抜け出そう。それよりまずあのサドルだろ。あれ拾わないとね。ちょっとまず、危ない。まずはサドル。いや、わかるでしょ。さっき読んだでしょ。消耗しきっているようだ。力じゃない、カバやないか。ちょ、危ねえ。今さっきロビンが悪に染まるフラグかと思ったらただのカバだったと。もう行くか。んじゃ、サドルは何なんだ。コニテイは抗体薬を手に入れた。あれで、サドル、サドル置いといていいの？だってまたさ、気絶してるだけだったらサドル拾ってまた、ねえ、同じことやってくるよ。あのサドルが原因だとしたら。拾うっていう選択肢がない以上、帰るしかないんかな。お？コニデイの心が成長した。マインドコントロールを得得した。お前は、あれか、やっぱ働きたくないんだな、無職は。引きこもりは社会復帰しても、宗教の教祖として、他人を働かせる側、動かす側として、マインドシールド、マインドコントロール。うん。相手の精神を不安定にする。やばいな。いつになっても働かねえな。アイテムがいっぱいある。着付け薬3個。レッドモル3個。なんでこんなにいるんだよ。ファミリーまんじゅう5個。しかもだいぶ使えそうにないやつ。トレード。なんかあるんか？交換を得得する。ああ、はいはい、わかった。なんだ、あのアイテムを起こせるってことは、あの、サルロボのバナナチップを探す、その、やり込み要素用のあれなのかな。抗体薬を使った。これでよし。まあ、俺、サルロボやらないんでね。まあ、ちょっとサルロボ、あの、取れ高不足なんで、これで一件落着や。あとは薬効果出るの待つだけと。でもなんか引っかかるよね。何か大切なことを忘れてるんじゃないかって、コニテ最初言ったじゃん。それって間違いなく妹でしょ。妹でしょ。だってあれ本屋にいたもんね。これ妹黒幕説あるよ。ここに来て。今思い出したけどさ。え？これで終わり？ちょっとこのゲーム簡単すぎるじゃない。ちょっと待ってよ、セーブしてないよ。ありがちな展開やと、ここでエレベーターがドガッと止まったりして、そのなんか上からエイリアン的なのが落っこってきたりね。そんな漫画じゃあるまいし、止まるんかいな。なんだよ。またカバが、神殿深い。だからあそこでやっとかないから、サドル取らないから。間違いないじゃん。お前もしかして嘘やろ。今何を思い浮かべたんや。これにて心を無にするんや。サオポン、抗体力の効き目はまだ出んのか。いやー、徐々に効いてくるはずなんだけどな。またなんか具現化してしまうのか。
恐怖のイメージが現実になり、君たちは自らの手でその身を滅ぼすんだ。次は一体何が出てくるんだ。あの廃校で戦ったあの目玉だったらやばいな。得体の知れない何か。なんだこの顔は。犬にも見えるな。まあ、とりあえずマインドシールドだな。で、防御シールド。じゃ、防御フィールド。試しに、遠吠え。で、バーチニアと。まずはバフをかけよう。相手は何回行動だ ?1 回か。1回か。まあ、精神統一。大したことないな。遠吠え効かないな。もうダメだ。北王子は通常攻撃だ。38ダメージか。38、硬いな。まあ、とりあえずもっともっと精神統一して、ロビンはもっともっと防御フィールド焚いて、なんかそんな強さを感じないぞ。まだカバの方が強かったかな。俺はそう思うね。レッドブル、あ、さっき拾ったレッドブルで、なんだろう、なんか、これがラスボスだと閉まんないよ。音楽途中で変わって第二形態突入するフラグあるな。やらしいな。全体攻撃でじわじわ攻めてくるタイプか。あ、とりあえずマインドシールド。神聖なる風。じゃあもう防御フィールドいいかな。なんか本当に強くねえな。くるみ、今は体力減ってのくるみだけか。じゃあハイライトでいいな。ちょっと待って、いきなり強くなった。本気出してくるな。まあ、途中で強くなるパターンだな。レッドブルで回復だ。今度北王子だ。強いって感じではないな。弱いな。これはまだ雑魚的と言ってもいいぐらいの強さなんじゃないか。あ、やばい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 。精神状態、精神魔法に弱いと。で、マインドシールドで、ハイライト、と。これがラスボスだとなんか閉まんないよね。だったらまだカバーで終わってもよかったわ。第二形態来るんじゃねえのかな。あとしたらやだな。なんかないかな。驚き状態を全員一気に回復させる何かが。だ、このさ、超回復マシンが M の状態以上も回復するかどうかが分かんないんだよね。
だとしたらもったいないんだよ。今使うべきものではないような気がしてきた。驚き状態ないなぁ。なんかないから、もう太陽光線マシンとか適当に使ってみる。大したことない。あれか、神聖なる風か。鬱状態になってしまった。地味な戦いだな。ちょっとロビンの MP が足んないかな。回復するか。なんか、どれだっけな。魔法水だ。すごいな、本気になってきたな。でも大したことないな。で、マインドシールド。全体回復か。これは寿司使うべきか。全体攻撃を使った上で寿司使うか。弱化状態。神聖なる風だ。くるみがやばいから、くるみはなんか自分で体力回復させよう。ミックスジュースでいいか。おっと、本気を出してきた。本気を出してきた。あ、ちょっと待って、マインドコントロールやってみる？わざわざ取ったんだから。これ効果あるとは思えないけど。でもやってみる価値はある。状態上攻撃効くのかい。精神が今相手弱くなったよね。精神攻撃をしようか。マイルドセブンかな。ハイライト、くるみに。で、最高級天然水使うか。ダメだ、全然意味ないわ。マインドコントロール意味ないわ。どうやって回復すんだよ、この驚き。なんかあんのかな。ないよな。ない以上しょうがないから、手榴弾とかボムとか。あ、精神ボム、これ使うか。大したことねー。ああ、ちょっと音楽がかっこよくなってきた。ここに来て。何だったんだ今までは。なんか変わったんか。体力減ったんか。
やっぱりな、なんか変わると思ってたよ。いや、ちょっと超回復マシンをもうちょっと保留していてもいいかもしれない。あと第1形態、第2形態、第3形態ぐらいまであるかもしれないからな。持久戦と考えると、あとバトルフィールドじゃない、防御フィールドを一回やっといた方が戦いやすいかな。精神攻撃に強くなったと。あ、この音楽は使い回しだ。アレンジだな。マインドコントロール打っといて、通常攻撃だ。もう一回今度マインドシールド貼らないと。マインドシールド、神聖なる風は、神聖なる風はいらないか。癒しの風で通常攻撃だ。相手強くなってきたな。デバフ積まないとな。デバフあったっけ。とりあえずコニテは持ってないな。あった、ケント。おしっこかけてみっか。意味があるかどうかは知らないが。あ、メビウス。おい、メビウス。メビウス、精神ダメージだったか。大した技じゃなかった。ってことは、まずマインドコントロールをやった後に、メビウス使うといいんじゃないか。あ、もう効いてる状態か。じゃあ、しょうがない。弱化状態、これめんどくさいな。これ回復しなきゃいけないんだからな。やばい。神聖なる風使うけど、ダメな場合も考えて寿司もう一個あったろ。なかった。全体回復のアイテムが超回復マシンだけか。これ一個はちょっともったいないな。煙玉とか職業安定所のおっさんにしか使わないだろう。どうしよう、なんかダイナマイトでも使ってみる。まあ、とりあえずメビウスだな。弱化状態メビウス。あぶねー、今のあぶねー。ちょっと待ってくれ、これ使うべきじゃないのか。でもまだ MP がさ、 MP 減ってないのに超回復マシン使うのはもったいないだろう。これ一旦回復ターンにしよう。ハイライト DX 使うか。ハイライト DX 使った上で神聖な風も使って、念には念を入れて回復しよう。いいね、いい回復力だ。ダメージ100150ぐらいか。150ぐらいだったらロビンの神聖なる風で十分か。今のうちにコニテで MP 回復かな。あー、元気になられ、あと2つか。でも魔法水がまだあるからまだいいか。デバフかけないとなんか死ぬな。デバフなんだっけ、剣とか。デバフ、
ばいな、やっぱデバフやんないとやばいな。相当やばい感じになってきた。これはちょっとね、名前呼べないな。まあ、とりあえず自分の HP を自分で回復するようにするか。もうとりあえずレッドブルも使わないとな。やばいな、回復間に合わないんじゃないのか。デバフもかけたいし、体力も回復したいし、攻撃もしたいし、やりたいことが多いけど優先順位つけるのが難しい。今だな、今デバフやるんだったら今だ。デバフ意味あんのかよ。あるようには見えない。ちょっとロビンの回復不足だから、回復量が少ないから、ロビンの神聖なる風は状態異常回復として割り切って使うか。でコニテを回復役に回そう。それが一番安定するだろう、この回復量だから。こういうことにするよ。でダメージソースを北王子とくるみにしよう。あ、いいな、これバランスいいな。ただ一人でも死ぬと一気に辛くなるけど、くるみがやばいと。あれだ、まずはマインドシールド、そして神聖なる風だ。で MP が足んなくなってきたから北王子で MP 回復だ。何かあったっけ、魔法水だ、そうだ魔法水。おい、第3形態来た、やばいぞ。ちょっと待って、俺今のターン攻撃してないよね。あれ、これなんかターン制限のある戦闘だったりしない？相手の HP 無限で、しかもこの状態の敵と戦うと小二手にダメージ跳ね返ってきたりしないかな。とりあえず精神統一かな、まずは。まずは精神統一して一旦防御フィールド耐えて、まあ一体ぐらい攻撃してみるか。これ間違いないだろ、小二手だろ、間違いないけど俺一回やってみるよ。動画撮ってるの以上は。あ、バージニア2もあったのか。違った。やばい、本気だ、本気になってきた。疑心暗鬼だったらまだなんとかなんだよね。それが一心不乱になると一気にきつくなって負ける可能性すら見えてくる。ああ、あ、一心電信か、びっくりした。あー、 MP 吸われたか。また超回復マシンは早いだろう。他にアイテムいっぱい残ってんだから。あ、ちょっと待った、くるみがまだ使えない。で MP 回復かな。やっぱコニテ攻撃させて北王子で回復か。あ、ま、間違えた、バージニア使っちゃった。まあいいや。ああ、疑心暗鬼か、びっくりした。なんか今の攻撃力半端なかったな。
150か。ロビンの回復量じゃ心もとないから、これはコニテで回復してロビンへ攻撃、北王子も攻撃で、メビウス。これは神聖なる風でいいか。もう一回神聖なる風だな。一心不乱。あれ、一体だけ。俺の知ってる一心不乱とは違うぞ。それ全然強い技じゃないな。あ、もう全員通常攻撃で攻撃できるな。あまりにも一心不乱がしょぼかった。おい、いきなりなんか強くなってないか。蘇生薬あったっけ。おい、ないじゃん。付け薬もないな。ここに来て負けるのは絶対嫌だ。動画撮ってんだから。俺ここで負けるとかありえないだろう。ピースとして。おおい、勝ってしまった。ラスボスもあんまり強くなかったな。一番強かったのが職業安定所のおっちゃんってね。これはもうラスボスだろ。コニテイ君、幽霊の姿を思い浮かべてみて。幽霊の姿、ここに来て幽霊の姿を思い浮かべんのか。なぜだ。抗体薬が効いたみたいだ。なんで幽霊。この世から PS 薬の実験体は消え、ヒポポタムスの野望も打ち砕かれた。ついにやったんですね。やっちまったな。つ、それ何なんだよ。もうちょっとなんか言ってくれよ。せやけど今の戦いでこの建物崩れそうやけど。あ、じゃあ崩れそうやで。これ無理に関西弁俺言う必要ねえんだよな。俺らここから出れるのか。早し、グラさん。ここから外に出られる。建物が崩れる前に早く脱出するといい。お前サドル回収してんじゃないのか。実はこっそりと第2の宗教指導者になりたいとか。あれ、いいんですか、行かせちゃって。あなたは警察の人間なんじゃ。警察だったんか。ヒポポタムスといい、 PS 薬の力といい、報告するには少し現実味がなさすぎなんだ。まあ今回の件、上には俺がうまいこと言っておいて、どうせ本当のことを言ってもな、信じてもらえるわけはないしな。確かに君もこれからは普通の人間として暮らしていくんだろう。それならもう少し女の子らしくした方がいいんじゃないかな。ああ、やっと家に帰ることができるわ。もうここで話す会話じゃねえよ。もう早く上がれよ。そういえばコニテ、のけもんの新作対戦しよう思って持ってきたんやわ。早く帰って対戦しようや。そのためにわざわざ自分家からゲーム機とソフトを持ってきたんやからな。てあれ、いいから帰れ。バッキバキに割れとる。いいだろうが、1日200万 PV のゲームサイト持ってんだから。ダウンシティ近辺における引きこもり誘拐事件についての調査報告。あ、林が調査報告したんだ。事件に強く関係していると思われていたダウンワーク社は謎の爆発により倒壊。爆発の原因はダウンワークの研究施設で起きた事故によるものと推察されるが、詳しくは不明。現在も調査中。サドルの行方が気になってしょうがないんだけど。サドル次第だよ。
この後また悲劇が繰り返されるかどうかはそのサドル次第なんだよね。倒壊した施設の地下からは行方不明になっていた引きこもりの人々が発見され、その身を確保された。また発見された研究員たちはまるで催眠から解けたかのような様子をしており、事件について詳しいことは聞き出せず、施設の責任者であるヒポポタムス本名不明を含む関係者数名は現在も行方不明となっており、事件の解決に向けて調査は難航するものと思われる。もうヒポポタムスカバだからな。人間と思って操作したらダメだよ。ダウンワーク社は事実上の解散、潜入捜査はひとまずこれで終了とする。林、警視庁特別捜査官林。林は二重スパイかと思ってたら、ジェットスタイルのジェット団のスパイかと思ってたら警察だった。そしてバイトし始めた。ここにて本屋でバイトし始めたようだ。品出しとかではなくてレジ打ちだ。ありゃした。これもうちょっと研修やんなきゃダメなんじゃないのか。これ第一印象最悪だぞ。本を買った後帰らずにまた立ち読みする客、これ迷惑だな。これ万引き疑われるかもしんないぞ。休憩入っていいよ。すっなんだよその巣は。巣はその同意とか同意の意味はあったのか。これから1年 PS 薬の効果は完全に消えて、頭の中のストレスと戦うことももうなくなった。確かにこのゲームストレスと戦ってたの今思えば第2章までだからな。第3章からもう幽霊になったしな。まあとりあえず社会復帰したということだ。小児店の生活はまずフリーターとしての収入、そして毎月2700円、月と少年のスプーンのアフィリエイト代、それじゃ食ってけないよ。どうするんだ。みんなともたまに顔を合わせて遊んだりしてる。とりあえず友達はいると。なんかグラフィックが特殊なやつがいるぞ。少しずつだけどいろんなことが変わってきている。きっとこれからもずっとこんな日々が続いていくんだろう。髪の毛紫色だけど妹に似てるんじゃないか。いつまでもずっと、うん。タウンワークありませんか。あ、終わりか。次の主人公か。終わりですね。いやー、なんでしょうね。まあ、ストーリーはあんまり長くなかったけど、よくできたストーリーでしたね。ストーリーに無駄はなかった。一見無駄かと思われた第三章の謎の娘じゃない、本屋の娘、あれが妹だと分かったから、かなり成功にできたストーリーだと思いました。ただその何、本屋の娘、妹、あれが今どこにいるのかが分からない。でもなぜ会った時にお兄ちゃんって呼んでくれなかったんだ。いやー、制作 ZK なかなかやるな。制作 ZK は初めて知ったよ。適当にニートのゲームを見つけてダウンロードしてみたらこんなに面白いゲームだとは思わなかった。まあこれがね、就活実況第1弾ですよ。まずはニートだった頃を戒めるためにニートのゲームをやった。次は働こう。何か職業シミュレーションゲームでも探してそれをプレイしてみようと思う。これが登場人物か。あ、というかあれだな、顔グラだな。うん、全部見たな。
職業安定所、まあ、このゲームで一番難しかったのは職業安定所だぞ。俺あいつに何回死んだか分かんねえよ。とりあえず煙玉を発見するまでが大変だったな、職業安定所。しかもあそこ潰れちったしな。もうニュースタウン職業安定所ないよ。職業安定所のない街って最悪だよな。だいたい館長今まで仕事してきてさ、一人しか社会復帰させてないってどういうことだよ。もうちょっと早くから職業安定所の改革やっとくべきだったんだろう。あ、出た勝慎太郎の、あのあれだ、座頭市の市さんみたいなやつ。生きてんのかいお前ら。終わりかな。妹、そうだよね、間違いないよね、あれ本屋の娘。似たような顔ぐらいいないしな。ここに参加できない猿ロボかわいそうすぎるだろ、まあ、俺も参加させてやんねえけどさ、猿ロボやんねえし、まあ、猿ロボはやらないからもうこれでこのゲーム終わりかな。これオープニングで流れた曲じゃね？初めからにして最初に流れる曲は違うか。回想か。サル、そういえばこのサル、動物の里って本当に必要だったのかな。なんか一番いらないような気がしてきたな。謎すぎだよな。これがヒポポタムスの研究結果によって生まれた喋る動物なのか、なんかよくわかんないけどあそこにいたサルなのか。ロビン、これロビンの実家かな？実家じゃないや、地元かな？くっそ田舎だな。あ、確かロビン東京行ったことないんだっけ。出た、これがあれだ、おそらく妹の部屋を改造してできたと思われる研究施設の一部。やたら広いんだよな。あ、そうだ、幻覚見てる時だ。薬を投与されて幻覚を見ている時の子にてだ。これは、これあれだ、地下水路だよね。これこんな描写はなかったな。こういうのありましたよっていうのを映してんだろうな。え、自分ち？パソコンないじゃん。働いたらパソコンない。え、捨てちゃうの？それないよ。現代社会に生きる上で一番必要なのパソコンでしょう。それちょっと間違った選択肢だよ。パソコン捨ててバイト始めるんじゃもうお先真っ暗だよ。おい、もう月と少年のスプーンで飯食おうとか思わないのか。やばいだろう。だって小説書いてるだけで2万 PV だぞ。才能あんだろう。そっちを活かせよ。そっちの目を育たせろ。あ、病院みたいな音楽がする。そうだ、主人公カプセルにいた。 To be continued、 続く的なやつだな。終わりですね。クリック聞かないし。あー、終わった。いや、ゲーム実況はね、2017年の1月あたりからやろうかなと思ってたんですけど、まあ、将棋とかね、あと対策ゲームとかやろうとしたんですけど、ゲームクリアまでや、
やる自信がなくて、上げたり消したりで、まあ、たまたま選んだこのゲームで遊んでみたら面白くて、クリアまで行けてよかったです。初実況、初ゲーム実況と言ってもいいんじゃないでしょうか。あんまり喋んの上手くないですけど、最後まで喋れたんでね。まあ、こうやって経験積んで、動画上げていきたいと思います。就活したいと思います。マジで。マジで就活したいと思います。それでは、さようなら。